かった。はい、いらっしゃい。こっちどうぞ。2名、2名で。ブイオイとコーラです。お名さん。あ、ビンビールください。ビンビール。はい。グラス2つよろしく。はい。ビンビールで。はい。こちらの2名さん。はい。あ、じゃあ。僕なら、いいよ。僕の名がコーラと、麦の祝い。麦の祝い。餃子とフランク。はい。はい。はい。焼きダメなの麺の茹でが沸くまで15分少々待ってください。はい。はい。茹で釜まで10分少々していただきます。ビンビール。おい。だから通勤の前にみたいな。なんかかけるどこにした今8、9、10、15です。8、9、10、15、はい、暑い絶対暑い一番餃子オムレツ焼きラジ鶏ね、うん、あ、今ねメインですね。ありがとうございます。すごい。おお。めっちゃ生えとる。
ください。韓北斗、はい、ヒアですか、韓ですか。ヒアで、ヒアで、はい、お酒に、ね、砂ずりのニンニク炒め、はい、砂ずり、はい、あと牛タンの塩焼き、はい、牛タン、はい、とりあえず何人前、1皿、あ、2人前、2人前、はい、おでん2つね、あと明太子の炙りのやつ、明太ですね、はい、明太、あと鶏つくねポン酢、はい、お願いします、お願いします、はい、つくねね、はい、外国の人も見たでしょ、特に中国の人はね、屋台を食堂と思って、はい、すいません、こっち餃子巻き入った、お、入った、はい、ありがとうございます、はい、どうぞ、おー、2回だ、はい、鶏ガラ3つ差し上げます、うん、やばい、はい、お兄さんでお前、鶏ガラ先、ありがとうございます、こちらも、はい、ここは定期的に終わったら僕が不器用だから、もうすげえな、うまくても、はい、すいません、お待たせしました、ありがとう、いや、そうかもしれない、2人、テンパってる2人を、お出汁出しました。おでん選ばれます。おでん、これ大きいね。おでんのあそこでこう。八重洲のな。八重洲、そう言ったでしょ、だら。そう。
はい、それではご乗車いただきありがとうございます。日本人の方ってどれくらいおられますか？進んでいきたいなと思います。県外からの方ってどれくらいおられますか？県外から中洲というエリアになっております。中洲は飲食店が約3500軒ほどありまして、東京の歌舞伎町と同じように眠らない街とも言われております。唯一の歓楽街になっておりまして、お酒が好きな方はぜひ来てみてください。そしてこちら右側ですね、こちら側のエリアが西中洲というエリアになっております。こちらは高級志向なレストランが多数存在しておりまして、予約制や会員制に紹介していかないと入れない店がありますので、行かれる際はぜひリサーチをしてから行ってみてください。そしてここから先ですね、川沿いの方に人通りが多くなってくるので、よく手を振られます。もし振られた際はこっちからも振り返してあげてください。ただこっちから振っても振り返してくれると思います。こんな感じでよく振られるんで、笑顔で振り返してあげてください。博多になっております。九州一のショッピングモールになっておりまして、中央広場では噴水ショーやプロジェクションマッピングを使ったショーなども行われております。そして最上階にはですね、ラーメンスタジアムといってラーメンのお店だけが集まったフロアがございますので、ラーメン好きな方はぜひ2軒3軒行ってください。